はい、おはようございます。チャンクです。はい、あいにくの湾岸線4号は雨でございます。朝の雨ってなんかめっちゃ渋滞してるイメージがありましたけど、今日はそんなに渋滞してないです。なんかあんまり車が思ったより少ない、今からまたね京都の方に行くんですけど、まだ京都がねちょっと夜から積み込みなんで、まだね、8時間休息してまたねその夜の仕事をするっていうことになるんで、とりあえずね、大和川通って、まあ、京都に向かって、ここから大和川線に行きますね。堺付近からねあっちらへん行くのも楽になりましたもんね。大和川第一トンネル、大和川トンネル抜けましたね。神戸3号線の乗り継ぎのマヤかな、姫路方面に行くときに、左手に宇佐美とかエネウスウィングかがあって、それで右車線ずっと追って、多分分かる人は分かると思うんですけど、左車線に行っとくの忘れとってっていうのが何回か、最初のね道がちょっと分からないときはそれがありましたかね。はい、松原ジャンクションでこれから近畿道に入りますね。近畿道、意外にそのね今7時とか8時とかなんですけど、あんま走ったことないんでね、そう避けて走るんで、いつもその通勤時間を思ったより混んでないです。なんかもうちょっとなんかめっちゃ混んでるイメージがあったんですけどね、そうでもないですね。ちょっとやっぱ雨降ってる時はね、雨にちょっとねトイレが近いかな、トイレ行こう。ちょっとね寄り道いうか、トイレだけちょっとね八尾のパーキングでちょっとトイレだけします。てか八尾のパーキングって大型は多分行けるけど、トレーラーはダメって書いてましたね。初めて行くわ、あんまり行く機会なんか、そのね大型は無理なパーキングって結構ありますけど、ここはあーでも大型満車になっとるな、満車になっとるけど、まあトレーラーは利用できません。ちょっと行ってみようか、どんな感じだったの。そういうこと、ヘアピンカーブみたいになってる。開いてないっぽいかに、ここ路中したらだ無事をつけれんもんな、ダメだろうな。マジで全滅ですね、全滅。
ヘアピンカーブがあれか、トレーラーが止めれんのんですね。いけるっちゃいけるんかな、どうなんかな。あーダメでした、全滅です、全滅。枠自体が少ないな、枠自体がね、ワクワクするぞって感じでね、もうダメでした。ってことはあれかな、京田辺も厳しいんかな、今の時間、今現在8時なんですけど、どうなんかな。どうなんかな、八尾本線料金所、うわ加古川渋滞事故、12キロだって。どうしたんどうしたんこれ、大丈夫。そうそう、こういうのこういうのこういうので、左はこれ大東鶴見の出口、出口待ちの渋滞なんですよ。でこの左の出口の渋滞の先にこのジャンクション、門真ジャンクションがありまして、でこの門真ジャンクションに行きたいのに、あの出口の渋滞に行ってしまうパターンも一回ありましたね。はい、で早めに左車線降ろうと思って早めに行きすぎて、もう出口の渋滞の列に並んでしまうという、実際この門真ジャンクションの渋滞はないというパターンも結構ありましたね。はい、まあ、ちなみに門真ジャンクションで今から第二京阪かな入りますね。超低確率で止めれる京田辺パーキングエリア、超低確率、僕の中ではなんかもう激レアですね、止めれたら。今んとこ10回中1回ですね。だからほんま10分の1の確率で止めれる確率です。これ止めれたらラッキー。あ、今の時間は空いとるわ。今の時間は空いてます、経図電気が。よいしょ、よいしょ。さっき点呼して休息中でございます。はい、お腹すいた。ちょっとね、持ってきた弁当、まあ見せるほどの弁当というかね、もう詰めてきただけなのであんまりお見せする弁当ではないんですけど、うん、はい、ということでね、まあご飯食べたんで、今日はちょっと走行動画だったんで、ちょっと軽く車内をね映そうかなと思ってます。これ子供が撮った UFO キャッチャーのピエン、はい、これをまあゴミ箱にして、これプレートブラン、オールブランのプレートとかコーラの、これとティッシュ、レッドブル、缶詰、これも常備薬ですね。あともこれかな、こんな感じ、こんなもんです。まあ正直最初はね、ほんまに阪神高速とかね、首都高速ちょっと嫌いでしたね、正直。うん、嫌いでしたけど、まあね、走ってみれば娘は都っていう、まあ意味じゃないですけど、まあそんな感じで走ってみたらね、走りやすいと思います。はい、
ということでね、今日の動画終わります。ご視聴ありがとうございました。